こんにちは、ガチョウです。今回は僕が走るときに使っているカメラをご紹介したいと思います。GoPro 7を使っています。このチキンササ、それから防水機能があること、さらに、ハイパースムースっていう揺れを防止する高性能の電子制御機能がついています。この GoPro 単体でも素晴らしいカメラなんですけど、僕は走るシーンに合わせて3つのアイテムをくっつけて使っています。1つ目は長時間走っている時の撮影、2つ目は早く走っている時の撮影、3つ目はコース紹介とか街中を走っている時の撮影です。この3つのシーンで使っているそれぞれのアイテムをご紹介します。そしてその時撮れた映像も合わせてご覧いただければと思います。この状態で手持ちで撮影するんですけど、基本さっきもお話ししたハイパースムースがついているので、そんなに揺れはないです。それよりもやっぱり長時間走るときは身軽でいたい、できる限り荷物は持ちたくないので、そういう意味でもう手持ちでシリコンカバーだけつけて撮影をしています。早く走る時の撮影はこのヘッドストラップ、マウントを使ってます。これを頭に装着します。これ装着すると上半身は普段走るのとあまり変わらず使えます。腕振りもそんなに気にならないですし、多少この GoPro の重さは頭に感じますが、慣れてしまえばあんまり大したことないと思います。ただこの他人の視線は感じます。ここのヘッドマウントに行き着くまでにチェストにつけたりとかしてやってみたんですけど、撮影してみたんですけど、やっぱりこう腕振りの時にカメラが揺れてしまって、ちょっと見るに耐えない映像になってしまいました。故に僕は速く走る時にはこのヘッドマウントつけてます。コース紹介や街中を走るときはゆっくりのスピードで揺れのない映像が撮りたいんですね。その時には GoPro にジンバルを組み合わせをしています。GoPro 7に僕はフェイユーテックの三軸ジンバル WG2X、これを組み合わせをしています。GoPro 7にはハイパースムースの超安定化機能がついています。それにフェイユーテックの WG2X のこの安定化機能が加わることで最強の絵が撮れます。ちょっとスイッチを入れてみますね。はい、入れました。これだとどんなにこう動かしてもですね、平行を保ってくれます。なので走ってる時の衝撃なんかも、もうほぼほぼ吸収してくれる形になります。気になる重さなんですけど、GoPro が 130g ぐらい、そして FayuTech の WG2X が 230g ぐらいですね。合わせて360ですか、缶ジュース1本ぐらいの重さです。片手は塞がってしまいますけど、そのぐらいの重さだったらそんなに走ってて苦はないです。さすがにこれを手で持って走ることはできないので、こういう自撮り棒をくっつけて走ります。こういう自撮り棒を持って走ると、一つメリットとしては、持ちやすいっていうところもありますし、こう伸びるので、今まで撮れなかった高い位置からの映像だったりとか、地面を舐めるようにした映像とか、撮ることができるようになります。
かがでしたか。今回は僕が走るときに使っている GoPro 7と、それから GoPro 7に組み合わせているアイテムをご紹介しました。走るときに撮る動画ってなんかこうドラマチックでストーリー性があったりとかします。すごく楽しいと思います。なので、ちょっとですね、走る以外の楽しみとして、動画を撮影するっていうのも一つ候補としてありなんじゃないかなっていうふうに思います。ぜひトライしてみてください。今回は以上です。参考になれば幸いです。ガチョウでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今回の動画が良かったらグッドボタン、そしてコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。他にも何人系の動画上げてます。ぜひご覧ください。今回は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。ガチョウでした。